体の言葉です。話すときにも体を使いますよね。什么是身体语言呢？身体语言就是我们在说话的时候所使用到的动作。では台湾と日本のジェスチャーはどう違うんでしょうか？台湾跟日本的手势有什么不同呢？ではやってみましょう。はい。それでは指で数を数えてみましょう。我们用手指头来比数字吧。1、1、2、2、3、3、4、4、5、5。同じですね。这就就不一样呢。6、6、7、7、8、8、9、9、10、10。違いますね。完全不一样呢。当ててみよう。私。我。あなた。你。您。虫。ヤギ。怒ってます。怒ってる。し。ダメです。不行。オッケー。お、可以可以。ごめんなさい。对不起。いただきます。加班啊。我不。お願い。拜托你，求求你。No。違います。不对哦。失礼します。ちょこ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 。